森林コテージライダーハウスログユエン、北海道フラノー市ライダーハウス風、北海道石狩市石狩浜ライダーハウスとは、オートバイや自転車などでの旅行者を主な対象にする比較的簡易な宿泊施設全般を指し、運営形態などに明確な定義はない。多くは男女別のアイベアで寝袋などを宿泊者が持参して雑魚寝する宿泊形態となっている。 寝具を提供しないことによって旅館業法の適用を免れている施設がほとんどである。ライダーハウスという総称の起源については半然としないが1980年代後半の雑誌や地図などではすでに使用されている。カニ族と呼ばれる鉄道旅行者向けに駅前などで提供されていた臨時宿泊所が展示たものや1980年代 以降に、バチ族と呼ばれる北海道をオートバイでツーリングするライダーが増加した時期に開設されたもの、ライダーとして、ライダーズハウスを利用した経験のあるものが、自らが開設したものがある。ライダーハウスは、個人のボランティアや地方自治体、自治会が町おこしの一環として運営しているものが多い。また、食堂や土産店などが副業あるいは、 サービスの延長として運営しているものもある。また、ライダーハウスという名称であっても、旅館業法上の許可を受けて、一定程度の設備と料金で営業している宿泊施設もある。本州では、通年営業しているライダーハウスもあるが、北海道では6月の9月の間営業しているところがほとんどである。料金は、旅館や民宿、ユースホステルなどと比較して低廉であり、 食堂や土産物店との県営では、食事をしたり買い物をすることを条件に宿泊でき、または料金が無料となる施設もある。チロリン村のオーナー手作りの五右衛門風呂を基本的に食事提供はなく、宿泊者用の風呂がない場合も多い。トイレや洗面所がない施設もある。地方自治体などが設置する場合は専用のプレハブやテントを建てることもあるが、 次のような施設を利用して運営されている。生活感が漂うライダーハウスライ・ユメライヒと北海道函館市。ありがとうございます。